前回新大阪からガラガラの新幹線に乗って東京に向かった僕どうすこい。道中では浜名湖を見たり武蔵小杉のタワーマンション群を見たりしました。今回は延期になったばかりのオリンピックの選手村にわざわざ行きます。もしかしたらサムネとか題名とかにも書いてあるかもしれないですけど、今回はね、延期になったオリンピックの選手村を見に行こうと思ったんですね。そう、しがないドスコイはね、そんなね、くだらないこと思いつくんですよ。ね、1年延期になったってことは、選手村を使い始めるのも1年延期になったってことでしょ。じゃあ多分ね、その周りのマンションとかもね、その選手村が見えるっていうのをその売りにして売り出したマンションとかね、まあ、あると思うんですよ。まあ、あるんですよね。うん。あと選手村の工事の関係者も、どうしようみたいな感じになってると思うんですよね。その現場を見に行く、どうですかこの計画。どうでもいいですかね。もうね、僕はもう本当しがないドスコイなのでね、これは限界なんですよ。うん。もう海外旅行取り上げられるとね、もうこれが限界です。うん。もう国内でね、こんなね、時事ネタ追いかけるみたいなね、ことしかできないのが現状なんですね。まあまあでもね、うん、とりあえずね、頑張りたいのでね、うん、とりあえずそこ行こうと思います。延期になったオリンピックの選手村、気になりますよね。ちょっと行ってみます。ってことで、選手村に向かうためにベイエリアに向かいます。厚切り生姜焼き定食746円、美味しそうですね。選手村は晴海というところにあるんですけど、晴海駅というのはなくて、地下鉄大江戸線の勝どき駅、もしくはゆりかもめの四条前駅が近いです。今回は勝どきの方に行きます。前から思ってたんですけど、勝どきってすごい名前ですね。僕人生負けてばっかりなのであやかりたいです。まずは有楽町線に乗ります。月島で都営大江戸線に乗り換え。都営大江戸線もね、環状線のようで環状線じゃないのが個人的なツボです。はい、ってことで選手村の最寄り駅勝どき駅に着きました。なんですけど、今ね、ちょっと事件が起きたんですよ。うん。まあ、何の事件かというとね、さっき東京駅の前でオリンピックまで のカウントダウンの時計みたいなやつね、あれ撮ってたじゃないですか。あれをね、まあ、もう一個メイン用に動画を撮ってね、出したんですよ。まあ、この動画出てる時にはもう皆さん知ってると思うんですけどね、その動画出てると思うんですけど、その動画がね、広告対象外になったんですよ。広告つかなかったんですよ。多分、ね、もうオリンピックの話もしちゃダメなのかな、例の、ね、ウイルスの話もしちゃダメだけど、もうオリンピックすらもうダメになったのかもしれないですね。まあ、ってことでね、今もうグレてます。もうやる気だだ下がり。もっとね、その選手村のことについてもっと調べてね、いろいろ選手村に行った時にいろいろ言おうかなとかね、いろいろ考えたんですよ。うん。なんですけどね、もう口語つかなかったからね、もうなんかへぇってなっちゃって、今もう何にも調べずにやってきました。うん。まあ、でもとりあえずね、個人的にもその選手村見たいしね。うん。で、その選手村の周りに建ってるマンションとかも個人的に見たいので、うん、やる気はだいぶ喪失しちゃったんですけどね、まあ一応行こうとは思います。2020年5月現在はコロナの話をしても問題なくなったので、多分この動画にも広告ついてると思うんですけど、この時は本当にショックでした。まあでも見てる方からすると関係ないですよね。当時コロナの影響で相当巻いてたので取り乱しました。ちなみに今目の前に見えているタワーマンションが、多分オリンピック選手村が見えることを売りにして販売されているマンションのはずです。真下までやってきました。みんなの憧れタワーマンション、まあ、正直選手村がどうとかはどうでもいいので、一回住んでみたいですね。ここ駅からも近いですよ。売り出し文句がそれっぽいです。はい、ってことで着きました。これが選手村です。これすごくないですか。これ僕想像したよりもなんか10倍ぐらいすごいんですけど、これ普通にマンションじゃないですか。分譲マンションじゃないですか。これがね、まあ僕が調べた限りこれがね、選手村なんですよ。すごいでしょこれ。もうできてるこれ。1年延期されたけども、まあ、延期されなくても、あと今何月、今3月でしょ、4567、あと4ヶ月か5月ぐらいあるわけですけど、もうほぼできてるこれ。まあ、中はどうなってるか知らないですけど、それとも外観はできてますよね。はあ、これが選手村。
ちょうどねびっくりしました。これ今もうあの想像よりはるかに立派で、ちょっともうちょっと近くまで近寄ってみます。僕選手村ってもっと平屋建てとか高くて3階建てぐらいの建物をイメージしてたんですけど、普通にマンションみたいな感じなんですね。選手村っていうよりも選手団地って呼ぶ方が実態に合ってる気がします。今もうちょっと奥まで来たんですけど、もうさらにね僕の想像を超えた景色がさらにありました。さっき見せたのはねこれなんですけどね、これさっき見せたじゃないですか、向こう側からねを今逆側から撮ってるんですけど、これをまあ選手村だと言ったんですけど、これだけじゃなかったです。まだまだありました。こっちにねこれも全部ですよ。これも全部選手村、これもそしてさらにこっちもこれも全部選手村。すごいですね。オリンピックってやっぱ相当いっぱい人数来るんですね。まあ、当たり前ですけど、僕はオリンピックのこと知らなすぎるだけかもしれないですけど、やっぱ世界中から選手が来たらやっぱこれ全部埋まるぐらい人が来るんですね。はあ、まあそれはやっぱりね経済効果ありますよね。うん、まあ、この辺のね飲食店とかめちゃくちゃ儲かるだろうし、まあ関係ないのかちょっと分かんないですけど、うん、でそれにこのね選手村が見えるマンションみたいなのも売れますよね。まあちょっとここはないかな、この辺にはないかな、うん、なんか向こうの方にあったんですけど、その、まあ、絶対この選手村をまあ売りに、選手村が近いっていうのを売りにしているマンションね。で、あのまあ多分投資目的で買う人とかも多分いるようなマンションだと思うんですけどね、ベイサイド晴海なんとかってやつがそこにね立ってました。まあまあでもね、あのここがつかないのでねまあそれはねもう皆さんには関係ないですけど、僕の話ですから、それはどうでもいいですよね。うん、まあまあまあ、うん、あのそんな感じですかね。あ、向こうなんかレインボーブリッジ見えてます。見えないか、皆さん見えてないか。あれね、あ、レインボーブリッジですよ、多分。うん、綺麗ですね。うん、綺麗綺麗。ですけどね、まあ、少なくともまああの想定より1年以上は使われないってことですからね。まさか別の用途で使うのかな、ちょっと分かんないですけどね。これだけ綺麗だったらね民泊とかで使っても、あれもそうか、でも民泊も来ないのか、外国人来ないですもんね。どうするんでしょうね、これね。1年以上このままほったらかしにするんですから、こんな綺麗な、まあ、マンションというか団地に近いのかな、まあどうなんでしょう。やっぱりまあ世界中からね、まあ、おもてなしする建物だからやっぱ結構力で作ってるはずですけどね。うん、まあどうするんでしょう。まあ僕にください。僕何もねアスリートじゃないですけど、ただのねあのしがないユーチューバーですけどね。広告がつかないしがないユーチューバーですけどね。うん。ね、これがねまあ選手村なんですけど、これ全部ね今見えても全部、まあ奥の方は違うんですけど、これ選手村なんですけど、このねこれ。これはね選手村じゃないんですよ。これはね多分選手村が見えることを売りにしてるマンションなんですよね。多分分譲してないのかちょっとわからないですけど、うん、多分ここのマンションの値段だいぶ下がると思いますよ。まあ、下がらないのかなちょっとわからないですけど、多分ねかなり動揺してると思いますよ、これに関わってる方々は。まあ、もちろんねこの選手村に関わってる方々もそうなんですけど、この辺の人みんな動揺してると思うんですよ、この辺の人ね。うん、まああとこのマンションに前からあるような気がするんですけどね、なんかこれ見たことあるぞ。これは選手村がどうの前からあるような気がします。でもこの辺も全部無駄ですからね、これね無駄というか、うん、だってね一応延期が決まったけども、1年後にできるかどうか分かんないですからね。まあ、ツイッターの人々によるとね、1年後もしかしたらオリンピックできないんじゃないかって話がね出てるんですよ。まあ、僕はちょっと詳しく知らないですけど、そうなったらこれね全部無駄になる可能性が、まあ、単なる分譲マンションになる可能性があるんですよね、これね。まあ、でもまあ綺麗ですけどね。でまあ、駅からねちょっと歩くけど、まあまあ別にバスもあるし、こうやってね、もっとバスのためですからね。うん、はい、ってことでね、風も強いのでそろそろこの動画終わります。気が向いたらチャンネル登録してみてください。はい、関連動画この辺に浮かべておきます。この辺ね、あ、風がやばい、クリックして見てみてください。綺麗なのにもったいないですよね、これね。これ全部ですよ。あ、後ろの方ありますわ。うん、これも全部ですよ。全部1年以上多分使われないんですよ。あの想定よりもね1年以上。
風邪すいませんでした。コロナが落ち着いたら風邪を避ける道具買います。ちなみに東京編の最終回はもう3月にアップしているので、このサムネの動画もしよかったら見てみてくださいね。終わり。